ス青コーナー鈴木幸男選手の左目の目の負傷が試合続行不可能なまま判断を出しました。レフェリー菊池雄二、ここで試合終了を宣言しています。なおこの鈴木幸男選手の左目の目の負傷は第3ラウンドの偶然のバッティングによるものでございました。偶然のバッティングによる負傷、そしてこの試合は8ラウンドで行われる予定でございました。ただいま試合の後半の第7ラウンドでございます。試合の後半における偶然のバッティングによるストップでございますので、この試合は当該第7ラウンドを含む裁定で決します。採点をお知らせいたします。ジャッジ浦谷信明69対64、ジャッジ島川武史、同じくジャッジ中村和彦70対64、以上3対0のユナニマスディシジョンをもちまして勝者赤コーナー成功ミキコー。なおこの試合の負傷判定タイムは7ラウンド2分13秒、勝負判定3対0の回答としてアルコーナー成功に向かってきました。勝負判定成功ミキヒト選手にデイリースポーツより勝利者盾が贈られます。